見つかいより典型を受け、私は歓喜に震えているわプロデューサー新しいお仕事があるって聞いてきました古来より気づかれし、数々の道しるべ。我が物語の新たな一節はいかに今までいろんなお仕事がありましたけど、次は何ですか ふむ。闘争と魔の断りに支配されし異界に、我が幻影を権限する、新たな宿命か。ファンタジーが舞台の、撮影のお仕事を。うっふっ。魂の信用に潜む光も、その軽眼は、決して逃さないよね。 私が大好きなお仕事ですね資源の闇、天井の歌声、終焉のマッシュいかなる色もすべて見せるわ。どんな役か楽しみー魔王とか、天使とか、召喚獣とかも、今回のお仕事では、今までとは違った役柄、と がっかりはしてないですけどうんーいえ迷いの霧などこの心にはなくその導きに身を委ねるのみよプロデューサーがくれるお仕事ならきっと楽しい この胸に宿りしは、決して消えぬ希望の光志を同じくする、盟友と共に、暁に照らされし道を行き、闇を払う剣となろう <laughs> 我が身を貫く、激しい衝動。我が共にも、伝わったかしら決まった どもの言葉に偽りはなく。この体は魔王から聖騎士へ転生を果たしたわ。今回はファンタジー世界でキラキラできるなんてしかし、闇の剣族として打天使と魔王を経験したが、翻えるマントに輝く剣。 ふふふふふ。<laughs> 勇者、かっこいい。はっ刹那、な、闇のいざないがこの心を乱したかあて、これも違う今の私は光の勇者だもん、うん、うふん。我が友よ。この聖なる装束と剣に、勝利を誓おう。 えっと、プロデューサー約束しますね。今回のお仕事も、頑張るってでは、プロデューサー。いや、少女を導きし者よ今こそ旅立ちの時共に苦難を超え、この世界に、輝きをもたらそう